どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは名古屋グルメです。今回は名店のコラボから生まれたカレーパン専門店の松浦ベーカリーさんの本店にお邪魔いたしました。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。 Let's go。 今回訪れましたこちらの松浦ベーカリーさんというのは、創業100周年を迎える名古屋の老舗駅弁屋さんの松浦商店さんと、東区の大人気ブーランジェリーのテイラテールさんがコラボレーションして生まれた注目のカレーパン専門店でございます。店内に入りますと、ご覧の通りスタイリッシュな店内でございます。そしてディスプレイの方も注目していただきますと、ご覧の通りのカレーパンが並べられていることが分かりました。その内容とは、このエビタルですとか、さらにはポテトサラダが入ったカレーパン、そしてカレーパンではないんですが、こちらのあんパンも用意されているそうです。さらにはだし巻き卵が入ったカレーパンとキーマカレーパンが用意されていました。そしてさらにはこの名古屋名物のエビフライをトッピングしたカレーパンも用意されていました。今回ベッキムは3種類のカレーパンを注文させていただきました。こちらがその1個目なんですけれども、こちらのカレーパンを一口いただきますと、中はですね、ご覧の通りとなっています。そうです、ポテトサラダが入ったカレーパンです。ポテトサラダの味わいと、さらにはカレーの風味が漂う美味しいパンでございましたので、こちらはぜひ皆さん買って食べてみてください。そしてお次はこちらのカレーパンです。一見ですね、普通のカレーパンのようなんですけれども、こちらも一口ガブリといただいています。すると、このカレーパンの中にはですね、このようにだし巻き卵が入っていました。だし巻き卵は一本一本丁寧に職人さんが焼いているそうです。厚切りだし巻き卵を噛みしめると、香り豊かなだしがじゅわっと出る感じにも注目してみてください。そして3つ目はパックを開けていただきますと、ご覧の通り名古屋名物のエビフライが乗せられたカレーパンが出てきました。こちらのカレーパンにはエビフライの上にレモンが乗せられていて、さらにはタルタルがトッピングされています。さて、一口ガブリといただいていきましょう。一口いただきますと、このエビのプリプリ感、さらにはレモンの爽やかさが相まって非常に美味しいです。そしてタルタルのこのいい感じのこの酸味も効いていて美味しいですね。今回は他では出会えない独創的なカレーパン専門店の松浦ベーカリーさんを紹介してみました。ぜひ名古屋に来られた際には立ち寄ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!